イスラエル空軍第201飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で最初に回マイナス 4E、ファントム2を運用した飛行隊である。別名としてザ、ザワンスコードロンとも呼ばれる。第201飛行隊は、1956年10月の第二次中東戦争の際に、フランス空軍がイスラエルに一時的に供与したミステール方へを運用する飛行隊として、 ラマト・ダビド空軍基地に編成された。この部隊は、第二次中東戦争の停戦後に解散した。消耗戦争期の1969年9月になって、第201飛行隊は、イスラエル空軍で最初に解マイナス 4E を運用する飛行隊として、初オール空軍基地で再編成された。編成時の飛行隊長は以前、シュッペルミステール B2 のパイロットを務め、 アメリカ合衆国のジョージ空軍基地で海マイナス4の転換訓練を受けたシュムエルヘッツ飛行隊として、すでに海マイナス 16i の運用を行っている、第253飛行隊、第119飛行隊が所属するラモン空軍基地で再編成され、現在に至っている。ありがとうございます。